中国本土の新型コロナウイルスによる肺炎の感染者は5974人に上り、2002年から2003年に大流行した SARS 重症急性呼吸器症候群の感染者数を上回りました。そんな中、感染が拡大している中国の武漢市から帰国を希望する日本人206人が今日午前羽田空港に到着しました。今朝、日本人206人を乗せたチャーター機が予定よりおよそ1時間半遅れて羽田空港に到着。帰国を希望しているおよそ650人のうち、ウイルスの発生源とされている海鮮市場の近くに住んでいる人などが優先的に選ばれました。非常に不安に思ったところ、迅速にこういった形でチャーター便で戻していただけることができて、大変ホッとしているというのが正直です。我々第一便という形で、今帰国させていただきましたけれども、まだ400人以上帰国希望の人たちが残っております。残っている人たちを力になりたいというふうに思います。やはり武漢に残ってしっかり業務見ていかなきゃいけないっていう責任感もあったんですけども、みんな一応に気をつけて帰れと、みんなを信じて、はい、日本に戻ってきました。機内では医療チームが体温測定や問診票を配るなどして乗客の体調をチェック。咳や発熱などの症状を訴えた5人が感染症指定の医療機関である荏原病院などに搬送されました。現在、感染症専門の医師が全力で治療を行っております。荏原病院に搬送されたのは4人で、3人は37度台の発熱があるということです。また症状がない人についても国立国際医療研究センターで検査を実施。症状が見られない人は自宅や千葉県内の宿泊施設などで待機し、体温測定などによる経過観察を行うということです。引き続き武漢からの帰国を希望されているすべての方々の帰国に向けて、あらゆる手段を追求してまいる所存でございます。安倍総理大臣は明日、政府の対策本部を設置すると表明。政府は帰国希望者があと440人いるとして、チャーター機の第2便を今日午後8時ごろ、その後も追加で派遣する方向で調整しています。国内の医療機関は新型肺炎の患者受け入れ準備を急いでいます。大阪の関西国際空港の近くにあるこちらの病院は、感染症に対応した病室が10室あります。こういうパスボックスを使って中に渡します。でこのボックスはもちろん、ここが空いてる時には向こうは空きませんので、中に入れてここ消毒もできますので、入れたら閉めて取ると。患者は完全に隔離され、院内感染を防ぐ仕組みになっています。病室で寝たままレントゲンが撮影できるなど、患者への負担を減らす仕組みも。向こうからは見えないです。患者さんのプライバシーも保ちながら、患者さんの閉じこもって部屋に入れられているという感覚をなくすような対応になっています。一方、およそ1万もの日系企業が拠点を構える上海でも、市民の生活に影響が出始めています。上海市内の日本人が多く住むエリアです。新型肺炎のせいでしょうか、街を歩いていますとほとんど人の姿はありません。上海市当局は企業に対し、春節休みを延長させ、来月9日まで休業させる措置を取っているほか、各地と結ぶ都市間バスの運行も停止。市内にある2つの日本人学校も、来月3日に予定していた授業再開を17日まで延期することを決定しました。こうした中、市民生活に大きな影響を及ぼし始めているのが食品の買いだめです。ショッピングモールは飲食店の多くが臨時休業で閑散としているのにもかかわらず、スーパーを覗いてみると、
肉や卵は品薄状態に。他の店でもカップラーメンなどの保存できる食料品は軒並み売り切れになっています。一方、日本に向かう便非常に混雑しています。長い列ができています。上海の空港では急遽帰国を決めた日本人の姿が多く見られました。子どものこともあるんで、こういう状況なんでね、まあ、本社が一時帰国しなさいという指示を出してくれたのは、まあ、逆に良かったのかなとは思ってますけどね、はい。上海でも感染者数がちょっと増えているみたいなので、まあ、一応念のため帰国という形で帰国しようと思ってます。日本の方がやっぱり何か病院にかかるにしてもいろいろと安心なので、はい、ほっとしてます。こうした中、オーストラリアの研究所が中国以外で初めて新型コロナウイルスの培養に成功したと発表しました。The virus can be used in the assessment of the effectiveness of vaccines, particularly, and of medicines. It also gives us the オーストラリアのピーター・ドハーティ感染免疫研究所は29日、患者から採取したウイルスのサンプルから新型コロナウイルスを培養することに成功したと発表しました。培養したウイルスは抗体検査に使われ、症状が出る前に感染を検知することができるようになるほか、試験段階のワクチンの有効性の評価にも役立つと期待されています。培養したウイルスは WHO 世界保健機関を通じて世界の研究所と共有される見込みで、ワクチンの早期開発につながる可能性があります。そしてこちら、まもなく都庁では今朝武漢から帰国し、発熱や咳などの症状がある人たちが搬送された病院による記者会見が行われる予定です。